さあ本の前置きですが、今回も横浜串工房日吉店さんからお送りしてまいります。はい、ということでゲストは宮下草薙とストレッチーズ、はい、お願いします。お願いします。なかなかこうやって本当飲む機会ないですよね。ないですよ、初めてですね、多分このメンバーが集まったのは、めっちゃ嬉しいっすね。割と腹割って話せたんですね、なんか、はい、美しかったんじゃないですか。美しかったです、すごく美しかったですね、確かに。よかった、なんか美しかったか、すみません、なんか適当な合図で言っちゃいました。いや美しかったよ、なんかすっきりした部分もあんじゃない、なんか、ね、美しかった。だからここから歌組さらに忙しくなって、なかなかねお互いの気持ちのね行き交いってのが逆に減ってくることもありえるからね。そうなんだよ、ビジネスライクになってきてしまうから、今日こう血の通った言葉っていうのが紡げたんじゃないのかね。どう、まあ、そう確かに、いや腹割って、まあね、こんなにね、カメラの前で話せるの初めてだったんで、確かに。あの頃何思ってたかみたいなんで、やっぱ確認はしないですから、なんか結構大事だよね、その確認作業、はい、そんなこと思ってたんだとかね、なんかそれ嬉しかったんじゃないですか、やっぱ。ストレッチーズもお笑い魔法学校だったんだなってことが分かったんじゃない？はい、うん、魔法というワードがね、やっぱり出てきましたからね。まあ、まさか僕が相方を面白くする魔法だったと思って、ね、ダッセーな、あれでも素敵な言葉だ、ダサいんだよな、ね、やっぱ爆笑ホグワーツだったわけじゃんか。そうですね、まあ、アルピーさんもそうですし、宮下草薙もこうなんか飲んで本音でそれこそちょっと深い話できるっていうのも嬉しいのに、さらにまあこういうテレビ の、ね、その皆さんに見てもらえるっていうのはさらに嬉しいですし、マジで頭上がんないですよ、本当に。ありがとうございます、本当に。福島どうですか。いやマジで夢みたいな、まあ、だから本当にこれがまた今年2023の始まりの方なんで、すごいこう勇気が湧きました。勇気、もうこれから頑張ろうと。勇気、はい、勇気をもらいました、 2組には。でもアルピーさんもやっぱ魔法使いなわけですよ、やっぱり。そう、俺ら魔法使い、お互い魔法使い、まあ、全組魔法使いじゃないですか。本当、はい、お前しか言ってないんだよな、その魔法。僕らもだ。そう、やっぱり宮下草薙も福島を面白くしてくれる魔法だし、うん、全部お前軸なんだよ。お前のためだった。それぞれが軸として考えたらみんな魔法使い、みんな魔法使 い、 法使い。俺からしたらこの5人みんな魔法使いだし、はいはい、まあ、みんなそういう、はい、あ、おいおいちょっと待ってくれよ、魔法使いの代表が何言ってんだよ。お前こそ魔法使いだよ。言ってないよ俺。え、魔法使いの代表なんて言ってないよ俺。お前のね杖でもってビビディバビディブーと魔法を唱えるとだよ、俺のペンが走り出すわけだ。魔法のタイプ。みんなみんなそういうことなんだ。まあ、正直客観的に見ても、うん、酒井さんはマジ平子さんを面白くする魔法使いですね。一個一個これマジです。一個言えるのはこんなにみんなベロベロになるぐらい面白かった。いや本当楽しかったっていう、はい、その過程をね今回見ていただければ。こんな大人がいっぱいいるのに次回。